あ、これちょっと待って、これよくね、いおり萌えとかでエゴサするとですね、これが出てくるんですよ。今日はこれでいいや、違うだろ違うだろ、もうちょっとさ、この人の中で位上げてもらっていいですか。物みたいに言うのやめてもらっていいですか。例えばこれ、これって言い方やめてもらっていいですか。萌えちゃんって言ってもらっていいですか。この部分がイオリンっていう言葉になるだけでまろやかになるんですよ。わかる。これって二文字をイオリンって4文字にするか、これって二文字を萌えって二文字にするかによってまろやかになる。わかるか。それかこの子とかでもいい。これってさ、ものを指す言葉なの。いいかいいか、もうちょっと可愛く言え。物みたいに言うのやめてもらっていいですか。